続きまして選手を代表して木山選手より今シーズンの抱負を聞かせて応援をさせていただきます。皆さんこんにちは。背番号11木山光平です。そして、J1 という舞台を経験して本当に J1 というところはいいものだなと思いました。また、あの舞台に戻ることは簡単なものではないと思いますが、選手、スタッフ、サポーター、一つになれば叶えられるものだと思います。今年も、いい時も悪い時もあると思いますが、最後まで一緒に戦ってください。よろしくお願いします。本来ならここで本当に終わりたいんですが無理無理、はい、なんかやらないといけないみたいな。ネタがなくて昨日、ユートと飯食ってたんですけど、その時に、マリノスに移籍した、前田直樹からなんか電話かかってきて、これだと思いました。スリムクラブ前田。沖縄ね、今日雪が降ったんだよ。40年ぶりにね、降ったんですよ。慌ててね、ユニクロにね、ダウン買いに行ったんですけどね、売ってなかったんだよ。あんまり似てないんだ。
新選手会長、白井選手、どうもありがとうございました。